大島康夫おの大島が押します。今日はテレビマンがはいすごいみたいなですね。ど <laughs> うもうね <laughs> くくってしまえばそういうことです。あのテレビマンって言って頭に誰か浮かびますか？テレビマン？テリー伊藤さんとかそうですね,ねあとーかカジピーとかあロンドンハーツのカジさんね、はい、あとまあ作家さんで言うと鈴木おさむさんとかあでもそうか鈴木おさむさんは 多分正式な意味でのテレビマンには当てはまらないのかなテレビ局の人っていうようなイメージ。 なんか元テレビ局いらっしゃって、はいはい、今やめてこういうことしてますって方とか多くいらっしゃいます,、ね、そ,うすそういう人たちの作ってるものが熱いよねっていう話をね今日まとめてしたいんですけど、はい、あのネット配信限定コンテンツっていうのが結構当たり前になってきましたよねうん、うん、テレビ CM とか電車の中の広告とか、まあ、下手すると新聞とかにも普通に載ってたりすると思うんですけどそういうものがこうお笑いコンテンツと、えー、して。 こう大きく売り出されたきっかけっていうのが一番最初はアマゾンプライムがやったですね、うん、ドキュメンタルという2016年から始まってる超人気シリーズなんですけれどもそんな早くからでしたかそうでこれは、えー、アマプラがたくさん仕掛けたお笑いコンテンツ特に主に吉本さんと組んで、えー、仕掛けたお笑いコンテンツが実はねドキュメンタルのほかにもいっぱいあるんですよ、うん、他のものそんな知られてないですけど、うんえー、カリギュラとか知ってますか<ー>今田東野のカリギュラとか,か広告にはよく出てましたね あにはよく出てるうそうでなんかいっぱい仕掛けた中でこうドキュメンタルがあ特に当たって海外でもこうフランチャイズされて海外の芸人さんがそれぞれの本国の人たち同士で笑わ,せ笑わせ合いバトルをするっていう形で輸出されたという意味で超大成功コンテンツなんですけどこれはあの。 えー、日テレの大みそかにやっている「笑ってはいけないの」の、うん、派生系といえば派生系ですよね。はい、笑わせ合いバトルなので。でまあそれを松本人志さんのをこう軸に据えて持ってきたっていうのがドキュメンタルだった。でそこで、えー、お笑いコンテンツがネットで課金して見るのが当たり前になってきた。うん、ただ「アマプラ」以外はあんまり作ってなかったんですよね。うん、でそれがコロナ禍に入ってきてき割と えー、先週の月曜日に僕舞台の有料配信とかいろいろ紹介したんですけどコロナ禍に入ってオンンライにに課金をするっっててていうのがサブスクではななくても割と当たたり前き例えばその1個の,の 1>、はい、劇場公演とか1個の番組とかを、えー、オンラインで買って家で見るっていうのが結構当たり前になってきたっていうこともあって。うんうん アマプラしか作ってなかったネット限定のお笑いコンテンツが急激にいろんなところで作られるようになったっていう流れがありますね。はい、で、例えば、ネットフリックスが進出していまして、えー、トークサバイバーってご存知ですかあ<ー>岸みなみさんが。<laughs> そう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 。そう,そうです、そうです。あの、ゴッドタンとかを作られている、えー、テレ東をですね、えー、去年かな、一昨年かな、最近やめた、えー、佐久間信之さんというテレビプロデューサーの方が、えー、ネットフリックスと組んで、えー、作った、えー、トークで、 面白い話をして面白くなかった人から順番にえ死んでいくっていう映画をみんなで演じるっていうその映画×トークバラエティみたいなえ形でやっていたりとかえまさにですね昨日配信が始まりました「目アシスト有吉」っていう番組があるんですけどこれは日テレで「有吉の壁」とか 「うん、有吉ゼミ」とかを作っていた橋本和明さんという名プロデューサーの方が、えー、この方も今年日テレをやめられましてネットフリックスで、えー、有吉さんが MC じゃない有吉さんが、えー、サブ MC になっている架空の特番を10本作って同時に配信するっていうプロジェクトなんですよ。すごいわわけわかんないんですけどすごそ,うそういうことをテレビ局をやめられた人たちがやっていると。で新たな勢力がもう一個入ってきていてき、はい DMMTV というですねあの英会話のそうですねとか、えっと、オンラインサロンとかの運営とかでこういろいろ手広くやってる媒体なんですけど、えー、そこが水曜日のダウンタウンの藤井健太郎さんが大脱出というですね、えー、芸人さんをいろんな形でいろんなところに閉じ込めてそこから謎を解かせて脱出させるという非常に過酷な。 水曜日のダウンタウンでも映せないぐらいの過酷な <laughs> チャレンジを芸人さんにさせるというものをやってましてそれが全6話なんですけど第5話が先週配信されて6話完結なので今日最終話が配信されるんですよ先週すごい動きがあってお笑いファンの中でぶわっと盛り上がってるんですけどそれから佐久間さんも DMMTV で「インシデン e というこれもまあなんていうのかなコント番組なんですけれども コント番組の外側に仕掛けがあってこう映画のような感じになっている、うん、でまあネット配信だからできるっていうのってなんか過激だとか、うん、その下ネタとか、えー、が過激だとかっていうイメージがあると思うんですけどこのインシデンスっていうのはちょっとその中でも毛色が違って、まあり得に言うとね思想がね非常に反体制的なんですよ、ね。<laughs> へえ面白い。っていうような なんで限られた人しか見れない媒体でやるのかっていう理由が番組ごとに違うっていうものをテレビの第一線を張っていた人たちがテレビ局を辞めてわざわざ新しいサブスク媒体でやってるんですよね。重いめちゃくちゃゃく感じますすねそ,れ聞くとそうなんですよ だ藤井さんだけめっちゃ器用で <laughs> 藤井さんだけ TBS やめないで <laughs> ずっとやってるんですけどなんかねその人それぞれのカラーっていうのがあ「あ有吉の壁作ってた人がネットフリックスに来たからこれができたんだな」とかあ「ゴッドタン作ってる人がネットフリックスと組んだらこういうのができるんだな」とかその芸人さんとか主に表に出られてる人を軸に見るんじゃなくて映画監督みたいな感じでテレビマンを見てこの人の作ったものだから信用できるかもしれないっていう形で見に行く。 っていう流れになってきている。で、これは初期のアマゾンプライムが、えー、軸に松本秀樹さんを立ててたのと非常に対照的ですよね。佐久間さんだから、確かに藤井さんだからっていう理由でみんな見るようになってて、うわキャストはその後に見るっていう形になってるんですよね。 これは僕は非常にいいことだなというふうに思っていて、作り手のスタッフの名前が有名になって地位が向上するっていうのは、その宣伝手法とかもキャストに依存しなくてよくなるっていう形があって、今、佐久間さんだけ異常に表に出てますけど、あの、僕、藤井さんとか橋本さんとかも表に出るべきだと思っていて、梶さん結構出てますよね。なんか、そういう、こう、 キャストだけが働かされる、キャストだけが、まあ、いいことも悪いことも含めて、批判がキャストだけに集中するとかじゃなくて、うん、その責任も含めて、テレビマン、まあ、戦国大名みたいなことですよね、<laughs> が一国一条の主として、えー、責任を持って宣伝もやるし、えー、作り手の総大将としても戦うっていう時代に、どんどんなってきてきる,る映画監督とかはね、かつてからそうだったわけですもんね、うん、ね誰々の作品だから見るっていう人もいたりとかして。うん すごいなテレビは死んだとか言われるけれどもテレビマンはやっぱり死なないというかそうです、ね、むしろ前面に出てくるっていうのがこの配信の時代に色濃くく出てくるんですね、うん、で昔はそういう有名なテレビマンの方も結構いっぱいいたと思うんですけどもひとしきりこう芸能人が前にどんって出るっていうのが主流になった何十年間かがあって、うんうん、でここにきて今日のね特集のテーマともつながりますけどその人的資本そうっていうことがね非常に軸になってくるんじゃないかなということで<る> <laughs> 特集に。 に、えー、楽しみにしてください。<laughs> 今日はテレビマンがネット配信で作るお笑い番組、まあいろいろねお名前も出たのでそれぞれちょっとチェックして。あずまでバラバラで全部見ようとする。い結構お金かかっちゃうな。はい。<laughs> ちょっと面白いそ大脱出が一番おすすめでございます。大田出はい大島早紀の大島が押します。このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。